ご結婚という大切な日を控えた皆様、誠におめでとうございます。そしてホテル名古屋ガーデンパレスの模擬人前式へようこそお越しくださいました。どうぞごゆっくりご覧ください。さて皆様、人前式とは宗教色のない式。新郎新婦のお二人は皆様へ生涯の誓いを立てます。そして式の承認はゲストの皆様から拍手をいただいて進めてまいります。今日の挙式進めてまいりますため、ぜひ皆様の拍手のご協力をよろしくお願いいたします。そして本日のこの式はテールブックウェディングです。テールブックウェディングとは、今日の式のために準備をされた一冊の本から始まります。しかしその本にはまだ始まりも結末も書かれていません。では皆様、お二人の物語始めるためにお力をお貸しください。 Ladies and gentlemen, now appears the hero of this story. それでは新郎の入場です。皆様には後方をご覧ください。それでは皆様、ご起立ください。そして今一度後方をご覧ください。新婦、お父様とご一緒に入場です。そしてこれより神父様へお姉様から慈しみの心を込めてベーブダウンを行っていただきます。ありがとうございます。そして神父様はお父様と共に一歩一歩新郎様のもとへとバージンガードを進まれます。ご参列の皆様、ご着席ください。それではただいまより神山辰巳様、佐竹麻里奈様の模擬人前式を執り行います。これより新郎新婦には
結婚誓約書へ署名を行っていただきます。まず新郎様、壇上へお上がりください。この一冊の本はこれからの幸せへの道しるべとなります。そして最初の1ページ目へのご署名は、共に生涯同じ物語を綴っていくという決意です。それでは新郎様、テールブックのファーストページを開いていただきましょう。ではそのテールブックの1ページ目にお二人の名前をご署名ください。はじめに新郎様からどうぞ。続いて新婦様、お願いいたします。それではここでご参列の皆様を代表して、ご両家のお父様より代表署名をいただきます。お父様、前方へお進みください。では新郎のお父様より署名をお願いいたします。ありがとうございます。続いて新婦のお父様に署名をお願いいたします。ありがとうございます。新郎新婦両家のお父様から署名をいただきました。皆様、前方ご確認いただきましたら、お祝いの拍手をお願いいたします。お父様、ありがとうございました。お席へとお直りください。では続いてお二人に誓いの言葉を宣言していただきます。新郎様、誓いの言葉のページを開いてください。それでは新郎新婦誓いの言葉です。本日私たち2人は皆様の前で結婚式を挙げることができ、幸せに思います。幸せや喜びを共に分かち合い、悲しみや苦しみは共に乗り越え、永遠に愛することを誓います。そして何よりも育てていただいたお父さん、お母さんへの感謝の気持ちを忘れず、かけがえのない皆様との絆を大切に力を合わせていくことをここに誓います。2014年10月12日、夫、神山辰巳。妻、マリマ。お二人は新しき夫婦の第一歩を宣言されました。皆様には拍手を持ってお答えください。それでは指輪の交換です。変わることのない愛の表現。お二人はこの指輪の交換をもちまして、互いにその愛を永遠に刻む証といたします。それでは新郎から新婦へ愛の指輪を届けていただきます。続いて新婦様から新郎様へ
神父様、皆様へ指輪のご披露をお願いいたします。それでは新郎新婦、今一度向かい合っていただけますか。ではただいまより新郎の手で新婦のベールを上げていただきましょう。それでは心を込めてウェディングキスをどうぞ。おめでとうございます。お二人の間にはもう何の隔たりもなくなりました。それでは皆様の方をお向きください。ただいまよりリングとキーの贈呈を行います。リングの贈呈は先ほど受付にて皆様に結んでいただいた温かな承認の証です。永遠を意味するこの輪はこの先どんな苦難が訪れようともお二人を幸せへと導く絆の輪です。それではお兄様、藤吉様よりお送りいただきます。感謝の気持ちを忘れなければどんな時も勇気を与えてくれることでしょう。新郎様へお渡しください。お兄様、ありがとうございました。ではここにご参列のご友人の皆様を代表して鈴木健太様と美雪様よりキーをお渡しいただきます。後方への準備をお願いいたします。これより渡されるこの小さな鍵、愛を込めたこの鍵はお二人の輝く未来の象徴となることでしょう。それではゆっくりと新郎新婦の前へとお進みください。そしてお二人にはこの場にてこの一つの鍵に思いを込めて幸せの象徴である四つ葉のタグをこのキーに結んでいただいています。お二人を囲むここにいらっしゃる皆様はいつでも大きな愛でお二人を包んでくださいます。それではみゆきさんから新婦へ、あ、旦那様、あ、みゆきさんから渡していただきましょうね。ありがとうございます。大きな拍手をいただきましょう。それではお二人のお隣へお並びいただきます。ここに皆様との絆がしっかりと結ばれました。大きな拍手を皆様お願いいたします。ご友人の鈴木様、ありがとうございました。お席へとお直りください。さあそれでは皆様からいただいた絆のリングとキーを今感動とともにお二人の手でこのブックに収めていただきます。皆様との思いをしっかりと結び収めていただきました。そしてこの思いがいつまでも光り輝くよう祈りを込めて、これはお二人だけの物語、
今ここにお集まりの皆様と共に新たなページが書き加えられました。しかしこの本にはまだ結末が書かれていません。なぜならお二人のストーリーは今始まったばかりなのですから。どうかここに集まった皆様に誓い、新しいご夫婦として素敵な物語加えていただきましょう。ご参列の皆様、ご起立ください。結婚成立宣言、今ここにお二人の結婚が成立したことを宣言いたします。ここから始まるお二人の未来に承認の拍手をお願いいたします。皆様、フラワーシャワーの準備を、お手元への準備をお願いいたします。おめでとうの声とともに、そのフラワーシャワーでお祝いいただきましょう。それでは、フラワーシャワーと大きな拍手でお祝いください。新郎新婦退場です。誠にありがとうございました。それでは皆様、ご着席ください。